ハロー YouTube。 さあ今回取り上げていきたい電気自動車ニュースになりますが、中国 XPENG がですね、新型 EV であるですね X9 のワールドプレミア、そして正式発売をスタートしてきたと。特にですね、航続距離700キロオーバー、そして10分間の充電で300キロ以上、冷蔵庫、リア側のですねための大型ディスプレイ、だったりですね、もうとにかくですね、まあ、このミニバン EV として、まあ、日本でもですね、非常に人気であるミニバンにですね、まあ、実用的な電気自動車が登場してきたと。まあ、このですね、まあ、最新動向についてを含めてですね、特に現在ですね、まあ、盛り上がりを見せている中国ミニバン EV の最新動向とともにですね解説していきたいと思います。はい、まずですね今回取り上げていきたいのがですね、XPENG ですね。2014年に立ち上がった中国の EV メーカーの存在です。創業スタートしてから4年後である2018年中に初めての EV であるコンパクト SUV G3 の発売をスタートしながら、その後にスポーツセダンの P7、ファミリーセダンの P5、フラグシップ SUV の G9、そしてミッドサイズ SUV の G6 という、まあ、5車種の EV を発売済みです。 XPENG に関しては定期的に解説していた通りですが、2022年後半以降3車種目の P5 の販売ですが想定以下の販売に落ち込みながら、その後に発売した G9 についても不発に終わってしまっていたことによって、2023年の1月にはたったの5000台程度という販売台数にまで失速していたと。ところがその G9 の後に発売したミッドサイズ SUV の G6 の販売台数が大きく伸び、現在月間8500台以上というですね、まあ、中国市場においてもトップクラスの EV 販売台数を実現していると。やはりですね XPENG 自身が認めている通りですが、まさになぜこれまでで最も人気があったのがスポーツセダンの P7 だったのかと。 XPENG に対してユーザーが求めているのは、ユーザーの主体である若いファミリー層に対してスポーティーでありながら自動運転などの先進性を両立させたコスパに優れる EV だったわけです。まさにですねスポーティーな SUV スタイルを採用しながら、新世代の EV プラットフォームであるセパ2ポイントを採用、そして市街地における自動運転支援機能である XNGP の採用も含めて、まあ、P7 の進化版 SUV バージョンとして、まあ、完成度が高いことによって G6 の販売が成功したと言えるわけです。そしてこの XPENG について今回新たに明らかになってきたことというのが、そのスマッシュヒットを記録中の G6 に続くさらなる新型 EV の X9 の正式発売をスタートしてきたこの観点になります。この X9 についてはミニバンセグメントに該当するということで、実は現在中国市場においてはこのミニバンの EV の需要が拡大している状況です。特にその火付け役となっているのが BYD のプレミアムブランドであるデンザから発売中であり、本チャンネルもですね実際にこれ内外装レビューも行った D9 の存在です。このグラフは2022年以降の特に30万元程度から発売されている高級ミニバンの月間販売台数の変遷を示したものになります。この通りこれまではビューイックの GL8 が中国ミニバンセグメントを独占していたものの、2022年末に登場したピンクで示されている D9 が瞬く間に販売台数を伸ばして月間1万台というですね中国ミニバンセグメントにおけるトップセラーに君臨したと。しかも2023年シーズンには一貫して月間1万台という販売規模をキープすることができていたこともあってですね、まさに D9 が中国市場においてミニバン EV の火付け役になったことは間違いないわけです。やはり電気自動車というのは、まあ、振動やエンジンからの音が少なく、さらに大きな内燃エンジンを搭載する必要がないことで車内スペースの最大化にコミット可能であると。まさにこれこそですねミニバンに求められるエグゼクティブ向けの送迎車両としての用途およびファミリー向けの長距離ツーリングという、まあ、どちらの用途にとってもベターです。よって D9 の成功を受けて現在様々な自動車メーカーが中国国内にミニバン EV を投入し始めているわけです。それでは今回の XPENG が正式発売をスタートさせてきた X9 に関して、特に EV 性能や装備内容についても詳細に確認していきたいと思います。今回の X9 については全部で4種類のグレード設定です。 EV 性能という観点では2種類のバッテリー容量と FWD そして AWD という2種類をラインナップと、また自動運転のハードウェアについて2つのライダーを搭載することで市街地における自動運転にも対応させるマックスグレードもラインナップしています。そしてその航続距離についてが 101.5kWh のバッテリーを搭載した FWD グレードで最大702キロというミニバンとしては非常にゆとりの航続距離を確保しているということで、特にですねこの航続距離の長さに貢献しているのがその空力性能を示す CD 値がズバリ 0.227 というですね、まあ、ミニバンとしては驚異的な空力性能を実現しているこの観点になります。どうしてもミニバンについては前面投影面積が大きくなるためになるべく CD 値を下げたいということですよね。まあ、その意味においてもはや通常のセダンよりも CD 値を低く抑えることによって、まあ、高速域における電気性能をミニバンにおいても確保しようとしてきているわけです。よってエクステリアデザインについてもリアが
がなだらかに下がっていくという、まあ、ミニバンクーペとも言うべき非常にですね斬新なデザインに仕上がっているわけです。さらに X ペンの強みでもある 800V システムを採用することによって超急速充電にも対応させています。その充電出力は最大 330kW に対応よって充電残量 80% までの充電時間もたったの20分ジャストと、 100kWh のバッテリーを20分で8割まで充電可能とイメージしてみると相当実用性が向上しています。特に X ペンに関しては現在すでに最大 480kW 級という超急速充電ステーション独自に設置しています。さらに2026年末までに中国全土に1万ステーションもの独自の充電ステーションを構築するとも発表されています。そしてファーウェイ、ニオ、ズイカなどが揃って 800V システムに対応させた 500kW 級以上という超急速充電ステーションの建設を爆速で行い、今回の X ペンも含めてどれも相互利用ができる体制が整っていることもありですね、まさに中国市場で 800V システム化された急速充電への対応というのはもはやマストであるということも見て取れるわけです。さらに今回の X9 に対して特筆するべきは前後のアンダーボディに対してギガキャスティングを採用してきているこの観点になります。特にリア側にはその肩締め力がズバリ12000トン級というですね、まあ、それこそテスラのサイバートラックすらも上回る地球上最大のギガキャスティングを導入してきていることからですね、中長期的に見たコスト低減並びに車両重量の軽量化、車両剛性や振動の少なさにも寄与すると、特にそのねじり剛性がズバリ4万6000ニュートンと、まあ、剛性を確保しづらいと言われているミニバンとしては驚異的な剛性を確保しています。その上今回の最大7人乗りが可能な X9 の最大の特徴は何といってもミニバンならではの快適性を追求しているこの観点です。まずは最低0度から最高50度まで対応可能な冷暖光を装備しながら最大 2180W もの出力を発揮する23スピーカー搭載のオーディオシステム、そしていざという時には3列目が必要になるものの3列目の存在が通常必要ないという場合、その3列目シートをトランクの下部分の収納スペースにボタンをワンプッシュするだけで完全に収納させることが可能となることで2列目以降の収納スペースが最大1846リッターとアウディ Q7 やメルセデス GLS という3列目シートを搭載する大型 SUV とは比較にならない収納スペースを実現していると。それこそ自転車を5台収納可能、ゴルフバッグにするとなんと15個、スーツケースにするとなんと29個、ワンコに換算すると無限というですね、まあ、3列目シートの収納性の良さを生かした圧倒的な収納性を実現しています。実は今回の X9 については連続可変ダンピングコントロール付きのエアサスペンションシステムとともに後輪操舵機能も標準搭載することによってホイールベースが 3160mm という大型ミニバンであるにもかかわらず、その最小回転半径は驚異の 5.4m と、それこそ一回りも小さいミニバンであるトヨタアルファードの最小回転半径 5.9m と比較しても明らかに優れた取り回しを実現できていると。そしてなぜこれらのトランク下の収納スペースであったり、まあ、リアステイを採用できているのかといえば、やはり X ペンとしては P5 以来となる FWD を採用してきているからなわけです。 X ペンの最新のプラットフォームであるセパ 2.0 については後輪駆動だけではなく FWD にも対応させることが可能な柔軟性を確保していることで、まあ、ミニバンに求められる快適性と操作性を両立させることができているわけです。そしてこの操作性という観点で X ペンが明らかに優れていると言えるのがガチンコの強豪と目されているリオートのミニバン EV であるメガとの比較です。この通りメガについては RWD を採用していることもあってか、その最小回転半径がズバリ 6.35m と、まあ、取り回しが致命的な弱点なわけです。実は現在中国のネット上ではすでに取り回しの良さを事前にアピールしていた X9 と比較したメガに対する、まあ、取り回しの悪さに懸念が広がってですね、メガに対する評判が相対的に落ちてきているわけです。したがってその X9 との直接対決を避けようとしてか、当初の予定だった2023年12月中のメガの発売が延期されました。2024年の3月中の正式発売納車スタートと、まあ、発売がですね遅れる格好に追いやられてしまっているわけです。そして今回は詳細に比較しないので、まあ、興味のある方はですねこれスクリーンショットを撮って後でご自身で詳細に比較してみてほしいと思いますが、この人気のミニバン EV との EV 性能を比較してみると、特に AWD グレードについてはデンザ D9 すらも下回る最も安価な値段設定を X9 が実現できていると。しかも D9 についてはエアサスが搭載されていないということ、市街地における自動運転にも対応できている、まあ、ということを含めればですね、まさに中国市場における
コスパ最強のミニバン EV が爆誕した、このことになると思います。さらにその標準装備内容についてをミニバン EV 最強の D9 であったり、さらには3列目シートを搭載して現在発売開始1週間程度で3万台を超える確定注文を獲得し、スマッシュヒットとなっているファーウェイの i と M9 と比較してみると、車両中央には 17.3インチ、後席用の 21.4 インチのディスプレイ、シート周りに関しても助手席のみ装備内容が簡素化されていると感じるものの、なんといってもミニバンで重要視される2列目についてはレッグレスト、ランバーサポートも含めた10方向電動調整、シートメモリー、シートヒーター、シートクーラー、シートマッサージも標準装備、もちろんエアサスも標準装備、ワンペダルドライブ、アンビエントライト、ヒートポンプ、冷蔵庫、すべて標準装備。ちなみにその空調システムについては天井一面に広がるエアダクトシステムを採用することで7人全員が快適な空調システムの恩恵に預かることが可能。もちろん静粛性対策のための窓ガラスの全面二重ガラスか、2列目のスライドドアの自動開閉機能にも対応、最大 3.3kW の V2L 機能にも対応させながら、なんといっても XP の強みでもある ADAS システムについては MAX グレードであることで市街地における自動運転にも標準対応。今回 XP については1月2日から市街地における ADAS システムを使用可能な都市を中国全土52都市から243都市へと大幅拡大。オーディオシステムについても23スピーカーシステム、2180W という圧倒的なスペック、車両保証についても5年12万キロと、まあ、いずれにしてもですね、この装備内容を比較していただければ、あの i と M9 の最強な装備内容と比較しても全く遜色のないことも見て取れるわけです。まさにですね、これ本チャンネルが G6 の解説の際にも説明していた通りですが、今回の X9 についてもやることは全てやってきていることが見て取れますよね。 X9 に関してもですね、プレミアムセグメントとしてですね、まあ、かなり成功を収めることは間違いないと思います。実際に発表会とともに発売をスタートした X9 については、その発表会がまだ終了していない段階で5000台を超える確定注文を獲得しながら、発売開始48時間程度で1万台を超える確定注文が入ったとも試算されています。いずれにしてもこの X-Pen で最も高価な EV となる X9 の売れ行きが好調、まあ、個人的にはX-Pen の生産規模などを鑑みて月間4000台程度が安定してはけていくのであればですね、まあ、好調と言えると、まあ、言えると思います。その場合ですね、 X-Pen の収益性の改善にも大きく寄与することになるために、その短期的な X-Pen の財務状況の改善という観点でもこの X9 の売れ行きは非常に重要なわけです。はい、このようにしてですね、まあ、今回 X-Pen が発売をスタートして、まあ、出だしは極めて好調なミニバン EV の X9 については、現在競争が激化するミニバン EV というカテゴリーでも2024年最強のコスト競争力を有していることが見て取れるわけです。現状の下馬評では EV スタートアップのミニバン EV 直接対決であったリオートのメガに対しては、まあ、メガの発売前の段階でですね、まあ、非常に優勢であることも見て取れるわけです。何よりもこの X9 については X-Pen というブランドを支えるコアユーザーであるテクノロジーに敏感な若者世代のファミリーというターゲット層にまさに合致する EV に仕上がっているわけですよね。同時に X-Pen 史上最も高価なモデルであることから X-Pen の収益性の改善にも寄与するという、まあ、あらゆる側面において非常に重要なモデルということからもですね、この X9 の販売台数に関する続報、まあ、並びにですね、この X9 が登場することによって現在デンザ D9 の一強体制となっているこのミニバン EV セグメントの戦いが、まあ、どのように変化していくのかと、まあ、それこそ現在中国市場で圧倒的な人気を誇るトヨタアルファードについても、このような魅力的なミニバン EV の存在によってこれまでのブランド価値を守ることができるのかにもですね、これ注目が集まっているわけです。はい、何にせよですね、まあ、この中国市場においてはますますですね、盛り上がりを見せるミニバン EV セグメントとなりますが、まあ、翻ってですね、実は中国市場以上に、まあ、圧倒的にミニバンが人気な国というのは、まあ、この我々日本市場なわけですが、残念ながらですね、この日本国内ではまだですね、ミニバン EV、まあ、ちょっとね、あの日産の ENV200 とかありますが、まあ、ちょっとそれは置いといたとして、やはりですね、基本的にはラインナップされていないと、まあ、非常にですね、やっぱもどかしいと思いますし、このですね、やっぱり日本で人気のミニバンがですね、 EV 化されなければですね、やっぱり日本の EV シフトっていうのがですね、これ進んでいかないってことは明白ですので、まあ、日本におけるですね、まあ、日産特にトヨタ、まあ、この2社がですね、発売していく、まあ、セレナの EV なのか、エルグランドの EV なのか、アルファードの EV なのかよく分かりませんが、まあ、ここら辺のですね、日本におけるミニバン EV の最新動向もですね、これ分かり次第情報をですね、アップデートしていきたいと思います。そんな感じでいってらっしゃい。